んこんにちは、もぶきしです。星見だぜ。今回は DLC に向けて新キャラを作りたい人に向けた企画第2弾として、ジュンマビルド育成企画を紹介していくぜ。エルデンリング人気ビルド上位に輝く素敵ビルドじゃない？これは楽しみだわ。前回では鬼闘士特化のビルドの動画を出してたけど、それから随分期間が空いたわね。いや、あまり反応が良くなかったので、制作コストを考えると第2弾はちょっと足踏みしていたんだが、ここに来てじわじわ検索から再生数が伸びていてな。一生懸命作ったから嬉しくなって第2弾も作成したんだ。なんだか単純ね。動画を作るなら求められているものを私は作りたいんだ。それではジュンマビルド育成講座行ってみよう。ジュンマビルド、歴代ソウルライクゲームにおける魔術に特化したステータス構成の総称。圧倒的な知力と精神力を軸に魔術で戦う魔術師型脳筋スタイル。しかし、脳筋スタイルと大きく違うのは、幅広い魔術を的確に扱う知識と細かいスロット操作が求められるテクニック。状況に合わせた最適な魔術を扱うプレイヤー自身の技量が求められる高度なビルドである。さて、ということでここからはジュンマビルドについて解説していくが。はい、質問。なんだ。歴代シリーズのジュンマビルドって生命力に振らず、知力ガンフリマンだったような気がするけど、エルデンリングって過去のソウルライクと比較してもかなりレベルの上限が上がっていると思うの。それでも今回の紹介するビルドでもほぼ生命力には振らない感じなのかしら？ああ、ちょうど今からそのあたりを定義しようとしていたところだ。一口にジュンマと言ってもいろんな形があると思う。知力、精神力以外には一切振らない昔ながらのロマンジュンマ。自身の使用したい武器の要求値には最低限ステータスを振り、それ以外を知力、精神力に振り、残りを生命力や持久に振る。使いやすさをある程度担保した実用派ジュンマ。どちらにも魅力があり好みも人それぞれだろう。今回の動画では、完全に精神力と知力に特化した昔ながらのジュンマを解説していこうと思う。ただ一部使用武器に関しては少しだけ他に振る部分もあるが、あくまで魔術のみを軸に戦うというので知力99を基盤にしている。基本的に通常攻撃で主力で戦闘が完結するようなキャラにはしない方向だ。もちろんレベルキャップをいくつに合わせるか次第でも大きく関わるので、必要に応じて生命力などは振ってくれ。まあぶっちゃけ今作は捨て振り直しが割と何回でもできるから、最初は脳筋で育てて後から順までもいいしね。うわぁ。もぶきしよ、そいつは甘えだぜ。生まれ変わりを使用してもらうのは存分に結構だが、育成段階で順間以外のステータスで育ててしまうと正しい順間の立ち回りが身につきにくく、ある程度レベリングが完成した段階で順間なのにおぼつかないスロット操作や、無駄に突っ込んで死んだり止めも当てられない状態になるぜ。キャラ育成とはすなわち、プレイヤー自身もそのキャラクターと共に育っていくことを含めて言うのだ。あと純粋にロールプレイ的にも脳筋で育てて魔法使いとかちょっと許せない。え、いや別に転職とかジョブチェンジ、意外と思想が強い。それでは順間育成いくぞ。それではこの動画ではジュンマビルドを体系的に育成してほしいので、重要なポイントを細かく解説していこうと思う。熟練エルデンリンガーからするとそんなことわかってるというものも多いと思うが、本動画は新しいキャラを作りたい人、もしくは復帰勢や DLC に向けた新キャラ育成などの、目的としたプレイヤーに発信しているのでよろしくお願いするぜ。頭上は星剣、予習、侍あたりがおすすめだが、最終的な理想形はそれぞれ違うと思うので好きなのを選んでくれ。まずはトレントを入手したら星見以外の人はシクバーとセレンに会いに行き、奇跡のつぶてと奇跡のアークを購入しよう。触媒である杖は、素性が星見以外の場合は、祝福リエニエコの岸辺近くの商人から星見の杖を購入するか、アジン森の廃墟でアヒトの女王を倒し、アジン女王の杖を手に入れれば、これで冒険の準備は整うな。特にアジン女王の杖は知力が低い序盤でも、魔術補正値が高いため、かなりおすすめだ。これらを準備したら後は好きに攻略を始めてよいが、もう少し育成を楽にしたい人は少し足を伸ばして、ケイリットの賢者街まで行けば、序盤ではかなり強力な重力魔術の岩石弾とそれらを強化する隕石の杖が手に入る。敵は強いけど戦いさえしなければローリスクでいけるものね。素性が予習以外の場合はリエニエの結びの境界に行けば、ミリエルが魔術のテルケンを撃ってくれるが、これらは湿地騎士や犬などの魔術に対し回避行動を行ってくる敵に対し、しっかり当たってくれるので攻略のお供となるぜ。そしてリエニエまでせっかく来たならイリス境界近くの墓地にも寄っておいて、学院のスクロールを入手してセレンもしくはミリエルに渡せば、魔術師のメイン火力奇跡の大粒手が手に入るので、さらに攻略が楽になる。おう、メイン火力は頼もしい。でもまだ近接戦が心もとないわね。非力な順間には適した近接魔術はないのかしら。そんなモブ騎士には祝福アギールコナン近くの高台で手に入る王家のスクロールを入手だ。これによりカーリアの側剣が手に入る。これで近接戦も高火力で戦えるぜ。おう、ここまで揃ったらもう十分ね。でも、私は順間を育てるのは初めてだからうまく攻略できるか不安だわ。そんなモブ騎士のためにまだ攻略に役立つものがあるんだ。え、こんなに準備万端なのにまだ何かあるの？わざとらしい反応ありがとう。次は魔術師が使うべき近接武器についてだが、特にこだわりがなければショートソードやレイピアなどの、星見もしくは予習の初期武器でも OK だし、ショートソードに関しては最終盤まで使えるくらい優秀だ。ただせっかくの順間、その魔力を存分に活かした武器があるのならそれを序盤から使いたいだろう？そんなものがあるの？ああ、シーフラ側に出現する泥人から泥人の森が入手できる。
無派生でも知力補正を持ち、派生させると高い火力を発揮するのに加え、必要能力値もかなり低いためかなりのガチ武器だ。まさしく純魔のための武器ね。でもこれって、ああ、ドロップ率は結構低いからマラソンが必要だぜ。走れ。うわあ。意外と早く出たな。結構疲れたわよ。このように運が良ければ10分程度のマラソンで落とすので、もし使用したかったら、レベリングも兼ねてマラソンをおすすめするぜ。ちなみにこのマラソンも岩石弾があると非常にはかどるぜ。泥人の森を入手したらいよいよ純魔スタートキットは揃ったと言える攻略開始だな。ストームビルやその他ダンジョンを自由に散歩して回ると良いぜ。もうすでにくたくたよ。さて、この項目では純魔ビルドに必要なアイテムを紹介していくぜ。こんなにマラソンしたのにまだ必要なアイテムがあるの？とか思うだろうが、純魔などの特化型ビルドはアイテムをしっかり使用してこそ、その進化が発揮されると言っても過言ではない。勝手に心を読まないで、またもちろんこれらは純魔ビルド以外でも有用性はあるので、覚えておいて損はないぜ。こういうアイテムをしっかり運用するのって意外と面倒で、知っていてもやらなかったりするものね。ああ、せっかく専用のビルドを作るのならば、そういった部分まで運用してこそ味わえるビルドの強さを知ってほしいからな。まさしくプレイヤー自体の意識も純魔にビルドしていくのね。まず純魔として常時使用したい霊薬は、魔力まといの割れ雫青色の火雫だな。霊薬のこの二つは言わずもがなで、魔力まといの割れ雫は3分間魔術の威力を 20% 上昇という、もはや使わない理由がない霊薬だな。青色の火雫は FP 消費を15秒間なくせるので、アステールメテオやほうき星、水星アズールなどまさしく必殺の魔術を使う時には使っておきたい。これは発売当時から有名だったわよね。ただこの2つより何より優先なのは真珠色の泡雫だ。今回のビルドでは極限までビルドを限定しての育成のため、神装甲になってしまう純魔には一撃を頼るこの霊薬はほぼ必須だろうな。よっぽど腕に自信があるなら別だけど基本はこれを使っておかないといけないわね。装備面ではソレイの角と青色の強靭元気石の刃魔術師のサソリだ。ソレイの角は、ボスソレイの王を撃破すると入手できるタリスマンで、敵撃破時に FP を回復させるため、攻略時やマルチプレイ時の FP 補充用におすすめだ。マルチプレイ時には味方が撃破した敵にも回復判定が発生するので、つけておいて損はないぜ。また致命の一撃により FP を回復する青色の強靭もおすすめ。こちらはマルチというよりはソロ攻略の方が使いやすいが、ソレイの角とダブルでつけてもいいし片方だけでもお好みでつけると良いぜ。ただ発動条件は少し渋いが十分候補にはなるだろう。そして過去作にもあった純魔御用達のブースト装備、元気石の刃はやはりつけておきたい。このタリスマンは、スペル系の消費 FP を 25% 減させ、その代わりに HP を 15% 減らす、HP を犠牲に FP 効率を上げるタリスマンだ。かなりリスクあるけど、これがあるだけで魔術ぶっぱがしやすくなるわね。今回紹介している純魔はレベルキャップ次第だが生命力には振らないので、そもそも神装甲のためほとんど気にする必要はないな。もう開き直って逆にわかりやすいわね。しかし、個人的には本来の純魔らしくて結構好きだぜ。たださすがにそれは講習会やマルチで使いにくいという人は、知力99に達したら生命力に振って防御面を強化してもいいだろうな。魔術師のサソリはセルブスイベントを進めることで入手できるが、先にラミイベントを進めると入手できなくなるためそこだけ注意してくれ。魔術師のサソリはカット率を下げる代わりに魔力攻撃を 15% 増だったわよね。これも火力に関わるから取っておきたいわね。今紹介した以外にも FP 対策ならイケニエの斧なども有用だし、頭装備には女王の月冠などの知力を底上げできるものもあるので、このあたりは好みを組み合わせて組んでみてほしい。この項目では、純魔ビルドにおすすめする武器を紹介していこう。いくつか先ほども紹介したが、それらも含めて、純魔でも使いやすい優秀な武器を紹介するのでぜひ参考にしてみてくれ。まずは素性星見で初期から持っているショートソードだ。言わずもがな、初期から持てるだけあって余計な捨て振りをしなくて良いのが魅力。また強し攻撃は好きなので、狭いエリアでも戦いやすい。直剣ってだけで、すでに強しモーション武器だものね。無駄な捨て振りをしたくない喫水の純魔はまず使うべき武器だと思うわ。次は慈悲の探検だ。慈悲の探検は致命威力が高い探検カテゴリの中でも優秀な武器で、センギテル剣のエンジンと組み合わせると耐性崩し後の致命の一撃でダメージを稼げるのでかなりおすすめだ。サブ武器として仕込んでおいても良さそうな一本ね。探検カテゴリからもう一本。魔術師といえばこれ奇跡のクリスだ。魔力属性付きの探検で戦技奇跡の水貼り付けは火力も高く、貯めることで射程も伸びる。R2 で一つに派生もできるため攻撃力だけ見ると非常に優秀。コスト良し、火力良しの優秀な戦技よね。個人的には大好きだわ。星見初期値で持てる武器といえばレイピアも非常に優秀。試験なので少し癖はあるが魔力派生で知力 B になるため、純魔のポテンシャルを生かす派生武器としては十分候補になりうるだろう。初期値で持てるってだけで優秀な武器だわ。さてここからは筋力に振る必要が出てくるが少しステータスを振るだけで使える優秀な武器たちだ。先ほども紹介した泥人の森は初期から入手可能で知力補正のある槍として優秀。魔力属性付きでありながら属性派生エンチャントが可能で、希少性とポテンシャルも十分な武器だ。重量も 5.5 と軽いためサブ武器としても仕込める魔術師に使ってほしい武器だな。
序盤から終盤まで使える武器としては文句ない一本ね。最後は先ほどもちらっと紹介した生贄の斧だな。重量 5.5 と軽く敵を倒すたびに FP が回復するので攻略のお供としては優秀。マルチプレイでは味方や敵プレイヤーが倒した際も FP が回復するので、さらに効果を発揮するだろう。武器として使わなくても左手に持っておくだけで、FP 回復効果の恩恵は受けられるのでぜひ持っておきたいな。軽いから、重量も圧迫しないでメリットあるのは良いわね。今回紹介した武器は純魔というコンセプトに基づいているため、筋力や技量がそこそこ要求されるものはあえて含めていない。ただエルデンリング自体、要求値が高い武器も多く、プレイヤー平均レベルが高いため、知力、精神力がある水準を超えたら自身の使いたい武器くらいは振っても、全く問題ないので、あまり捨て振りにこだわりすぎず他の武器も視野に入れてみてくれ。紹介したこれらの武器が大正義じゃないってことね。了解よ。純魔が使いやすい武器ってたくさんあるものね。アステイルの薄羽とかガチーンとか。ああ、個人的には魔法使いで刀がなんとなく許せないためガチーンは使わないぜ。やっぱり思想強めなのね。この項目では、みんなが気にする杖の乗り換え知力目安について解説するぜ。これは純魔じゃなくても魔術を使用するプレイヤーなら覚えておきたいわね。杖はそれぞれ威力補正値というものが存在して季節な能力値に合わせて、発揮できるポテンシャルが変わってくる。例えばどんなに補正値の良い杖を使っていても自身の知力が低いと、その杖のポテンシャルは活かすことはできない。そのため能力に合わせて杖を変えていく必要があるんだ。一部特定魔術を強化する杖もあるためそれらは用途や自身のスタイルに合わせて、使い分ければいいので一部除き割愛するが、全プレイヤー知っておいて損はないのでぜひ見ていってほしい。まずは序盤から大部分を活躍するし最大強化時には知力40までならこの杖、アジン女王の杖だ。補正値が低くて、設定的にもあまり使いたがらない人が多いけど、実はかなり優秀な杖よね。今回は純魔育成なので当てはまらないが他ビルドの人は参考にしてくれ。知力41-51は素性星見の初期装備である星見の杖か学院の奇跡杖がおすすめだ。星見の杖の入手場所はさっき純魔スターターセットの項目で紹介したわよ。学院の奇跡杖がトープスイベント完遂の報酬なので面倒であれば星見の杖でも OK だな。知力69からはカーリアの王爵がおすすめ。この杖を使うなら満月系の威力 20% の威力補正が乗るので、できればレナラの満月から2の満月を運用したいな。そして FP 消費が 1.5 倍になるがしっかり精神力でカバーできるのならば、ルーサットの奇跡杖がやはり純魔志向の杖と言える。FP 消費量を上げて威力を底上げ、純魔として使わないわけにいかない杖ね。これは使う杖に合わせて魔術を選ぶのか、魔術を軸に杖を選ぶかで同じビルドでも純魔としてアウトプットできる能力は変わる。例えば遠距離やマルチプレイで効果力担当ならルーサットの奇跡杖でもいいが、もし近接戦闘や機動性が求められる運用をする対人などで使う場合は、技量40分の栄翔速度があるアズールの奇跡杖でもいいだろう。それ以外にも、重力系の魔術を中心で戦うなら隕石の杖もサブに仕込めば、魔力耐性の高い敵にもダメージが取りやすい。複数杖を状況に合わせて使いこなしてこその純魔と言えるだろうな。スロット管理が大変そうだわ。この項目では純魔おすすめの魔術とその組み合わせを紹介するぜ。知力を特化することで使用できるようになる魔術はたくさんあるが、すべて紹介しているとさすがに数が多すぎるので、今回は純魔というロールプレイ前提のもと紹介していく。あれもこれもになると、結果純魔からは離れたものになりそうだからね。まず基本的に攻略においてのメイン火力になるのは奇跡のつぶて、奇跡の大つぶて、奇跡の氷塊だな。これらはどれも、まっすぐ敵に飛んでいくタイプで使い勝手としては良く、燃費も悪くないので、基本的な純魔の戦闘性能としての要件は満たしている。奇跡のつぶてと大つぶては自身の FP と相談して使い分けるのが良いだろう。大つぶては若干燃費が悪いので、普段使いであれば通常つぶてでも十分威力は出る。奇跡の氷塊は弾速が遅い代わりに霊気ダメージを当てられるから便利よね。でもこれらの魔術は使い勝手がいい分雑魚的にもよく避けられるイメージがあるわ。あとはロックオンしていると素直な起動だからちょっと敵のモーションが変わるだけで、当たらなかったりかなりモヤモヤするのよね。そういう場合におすすめなのは夜の彗星だな。これは説明にもあるように不可視の魔術のため、CPU 相手なら盾受けや、回避行動をさせずにダメージを取れる。攻略や稀にアセンでは非常に重宝する魔術だ。最大限火力を高めるために喪失の杖で火力が 30% 上がるのでメインで使う際は忘れずにな。ただしプレイヤー相手には普通に見えているので対人戦ではあまり効果はないがな。また優勢軍も追尾性の素早い弾速が複数時間差で飛ぶので回避行動をされても当たりやすい。上位互換の滅びの優勢よりコスパが良く普段使いでもいけるので、個人的にはおすすめの魔術だ。また魔術師スターターセットの項目でも解説したが、岩石弾も普段使い魔術としてはかなりおすすめだ。使いやすさに加え何よりも、物理属性というのが純魔の大きな助けとなる。魔法カット率が高い敵に対してもしっかりダメージを取れる優秀な魔術だ。敵に合わせて使い分けてこその魔術よね。同じく重力魔術で敵を自身の近くに引き寄せられる星砕きなんかもおすすめ。かなりトリッキーな使い方にはなるが侵入時に敵を高所から落として倒すなどは、ソウルシリーズで歴代行われてきた。フォースで突き落とすのエルデンリングバージョンと言える。さすが純魔汚い。昔ながらのフォース拒絶で落とすよりはこっちの方が射程も長く避けにくいので、成功率は高いと感じるぜ。1対1の状況でも星砕きで引きつけてカーリアの側剣や、カーリア抜きなどを連携させると、
近接な苦手な順まで近接戦で仕留めることができるぜ。すごくテクニカルだけどぜひやってみてね。インファイトにおいておすすめされる魔術としては、ハイマの大槌がよく上がる。近づいてくる敵に対し、ダメージ覚悟の叩きつけでダウンを取り、そこからさらにザメルの溶乱などは対人鉄板コンボだ。しかし、これらは魔術師の戦法であって HP が極端に低い順までは厳しい。そもそも、攻撃食らった時点でほぼ負け格だものね。なので、やはり順魔の神髄は近寄らせずに戦うにあると思う。そこで有効な組み合わせは、魔術の血プラスラミの暗月プラス水星アズールではないだろうか。出た魔術界のスパコン。魔術の血は2秒関門章内で使用した魔術ダメージを 35% 底上げする。効果時間は2秒とあるが、範囲から出てもプラス2秒は体感継続するため数字以上に使い勝手は良い。そこで敵の魔力カット率を下げるラミの暗月を使い敵にデバフをかけ、最後に水星アズールで仕上げだ。あまりにも準備と条件が厳しいので、対人戦で使えるものではないが大型ボスなどはこれで一気に持っていけるので、ぜひ一度は試してほしいな。ロマン砲だけど順魔ならこのコンボが最強ね。他にも魔術の血と組み合わせるとかなりの汎用性に優れるので状況に合わせて、使いやすい魔術を試してくれ。ただし、重力魔術は物理属性なので魔術の血のバフ効果はないところに注意してね。ここまで順魔育成方法を見たけど一つ困ったことがあるの。一体なんだ？順魔ほどの神耐久で、スロット操作しながら戦闘なんてできる気がしないわ。能力的にはシンプルなビルドだけどかなり扱いが難しいわ。ああ、それは確かにある。特に今作は記憶スロットも多いので、たくさん魔術をセットして選んでいる間にやられる、なんてことは誰もが経験することだろうな。順魔ではその一瞬の淀み出しにつながるわ。それじゃあ、少し順魔の扱い方をレクチャーしよう。この方法はある程度操作に慣れたプレイヤーでも意識しておくと格段に順魔の扱いが、しやすくなるのでおすすめだ。そんな方法が？ああ、ズバリ順魔をうまく使うコツは。記憶スロットの使用を4追加に抑えることだな。ええ、せっかくいろんな魔術を使えるのになんでスロットを抑えるのよ。その気持ちはわかるが慣れないうちから全部のスロットに魔術をセットしていると、うまく使い切れずやられてしまうことがほとんどだ。そのために、主力の魔術、低燃費な魔術、プラスアルファ、くらいがスロット管理もしやすくてちょうどいいんだ。それに加えさっき行ったコンボ魔術を使うなら、その流れに沿った順番でセットしておくことで、よどみなく魔術選択ができるようになる。それだけでスロット管理の意識配分を簡略化して戦いやすくできるからな。ぜひおすすめだぜ。慣れてきたら少しずつ増やしていけばよい。ただ順魔であれば火力はどの魔術を使っても十分すぎるので、使いやすい魔術に2つ3つでも全く問題ないと思うぜ。とにかく意識配分を少なくしてシンプルな戦い方にした方が良いのね。それでもこの神装甲では練習が必要そうね。さて、今回は改めて順魔ビルドについて解説したぜ。DLC に向けての良い予習になったわ。他にもビルド解説系を今後出していくので見てくれると嬉しい。ご視聴ありがとうございました。